皆さん、こんにちは。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。このチャンネルは四季折々の花々のご紹介や庭作りを通して園芸やガーデニングの楽しさを皆様と分かち合っていこうというチャンネルです。今回はクレマチスとヒューケラを使って長く楽しめる花壇を作っていきます。植栽だけではなく植木鉢も使って、さらには花壇に種も撒いちゃいます。よろしければ最後までご覧ください。今回仕上げる花壇ですが、この花壇ですね。2年半ほど前に仕上げたレンガの花壇。この花壇にはウッドフェンスが立ててあります。このウッドフェンスにはハンギングをかけてみたり、あとは朝顔を絡ませてみたりしていたんですが、どうもしっくりこないんですよね。なのでもうこの花壇にクレマチスを定植しちゃって、クレマチスのつるをこのウッドフェンスに絡ませていって、毎年楽しめるクレマチス花壇に仕上げていきます。この花壇の大きさですけれども、だいたい内側の長さが112センチ、高さがだいたい28センチぐらい、そして奥行きがおよそ40センチです。この花壇の作り方は以前動画にも上げていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。右上にリンクを貼っておくのと、あとは下記の概要欄にもリンクを貼っておきます。では植え付けを行う前に土壌の改良ということで、トンプン堆肥を少し混ぜていきます。上下の土を入れ替えるような形で攪拌していきまして、空気を含んだふかふかの状態にしていきます。このような形でよく耕していきまして、いい状態になったところで植え付けを行っていきましょう。まずは今回の主役、クレマチスから。今回私が購入したのは、白マンエというクレマチスです。私はクレマチスの種類にそんなに詳しくないので知らなかったんですけれども、割とメジャーなクレマチスの一つらしいです。マンエ咲きとも言われているほど、幾重にも重なり合う八重咲きの品種。咲き始めはライムグリーンで、咲き進むにつれて白色になっていくと書いてありました。開花期間は5月中旬から11月。新旧両枝咲きで、一つの花の寿命が1ヶ月ほどあるということで、とても長く楽しめる種類です。つるを伸ばしながら、節々の両側に一花ずつ並んで花を咲かせるということで、このクレマチスを中心に植え付けていきます。植え穴は直径、深さともに40センチぐらい。で、クレマチスの根っこって結構繊細っていうこともあり、こういうふうに花壇に他の植物と一緒に植え付ける場合には、根っこが絡み合ってしまうのを防ぐために、仕切り、ブロッキング剤を入れて植え付けるといいみたいです。この穴の周囲にブロッキング剤、仕切り板みたいなものを入れてからクレマチスを植え付けるといいみたいなんですが、その情報を植え付けた後に知りまして、今これそんな情報を知らずにどんどん掘ってる状態ですね。なので今回は、今回はというか、このクレマチス花壇に関してはですね、仕切り板は入れません。入れない状態で植え付けてみます。もし皆さんが他の植物と一緒にクレマチスを植え付けるような場合には、ブロッキング剤検討してみてもいいのかもしれません。さらに堆肥を少し加えて、緩効性化成肥料も加えまして、よく混ぜていきます。植木鉢の側面を軽く叩いて、慎重に根鉢を取り出していきます。私が参考にしているクレマチスの参考書によりますと、この植え替えの時には、根鉢の底を軽くほぐすと書いてあったんですが、この根鉢がですね、なんかもうすでにほぐれそうな感じでゆるーく根っこが回っていたので、特にほぐさずに
植え付けました。掘り出した花壇の土に環境性の化成肥料を混ぜたものをまた戻していきます。さあ、このような形でクレマチス植え付けていきました。では今度はこのクレマチスの右側植栽していきましょう。選んだのはこちら、鮮やかな色合いの金魚草です。クレマチスがホワイトグリーンで清楚系なので、ガラッとイメージを変えて黄色と赤、ビタミンカラーの金魚草をチョイスしました。花壇の後方に植え付けるもの、何か背の高いものがいいなと思って探していたところ、出会った金魚草です。2株植え付けました。で、この金魚草の手前には、やはり鮮やかな色合いのヒューケラ。右から東京ベリースムージーキャラメル。花壇というキャンバスに色鮮やかなヒューケラで彩りを添えていきます。なんてうまいこと言おうと思うとこっぱずかしいですね。では続きましょう。このヒューケラですが、金魚草が赤いので、その手前には黄色っぽい東京を、で、黄色の金魚草の前には赤っぽいベリースムージーを、で、その間には中間色のキャラメルを配置しました。この花壇は昨年までは一年草を植え付けていたんですが、多年草も一緒に組み合わせて配置すると、経済的にもお得だし、お手入れも楽かなと思いまして、今年から多年草と一年草を組み合わせた花壇作りをしていこうと決めました。ヒューケラは多年草ですから、この先も株も大きくなるし、きっと葉っぱもボリューミーになっていくと思うので、適時株分けなどもしながら長く楽しんでいきたいと思います。さあ、このような形でクレマチスの右側は金魚草とヒューケラを使って鮮やかなゾーンに仕上げてみました。続いてはクレマチスの左側、このガーデニングチャンネルではもうおなじみですが、ダイソーで購入したカゴを使って高さを出していきます。このカゴの上にやはりダイソーで購入した素焼き鉢を置きまして、この鉢に植え付けるのはペチュニアです。特にブランド物のペチュニアではなく、いわゆる普通の100円ぐらいで購入したペチュニアです。十分綺麗です。そして素焼き鉢の下、カゴの下にですね、千日紅とセロシア、昨年採取した種をまいておこうと思います。これまではよくカゴの下に球根を植え付けて、球根が芽を出すまでの間、カゴの上に、花を植えた植木鉢を乗せて楽しむと。で、球根が芽を出してきたら植木鉢とカゴを撤去して球根の花を楽しむっていう2段階で、これまではよく楽しんできたんですが、今回初めてカゴの下に種をまくということをやってみます。うまく芽が出るかどうかはわからないんですけども、とりあえずチャレンジということで今回やってみようと思います。パラパラパラっとまずは千日紅の種をまきました。続いてセロシアの種もまいていきます。今回なぜこのように種まきスタイルにしたかといいますと、クレマチスもヒューケラも結構するんですね。予算がちょっと花壇にしてはですね、結構使っちゃったので、新しい花を買うちょっと予算がなくなってしまって、左半分どうしようかなと思って、なので、いわゆる普通のペチュニアと、あとは種まきでなんとか華やかにしていこうという作戦で種まきスタイルにしました。一昔前はヒューケラってそんなに高くなかったような気がするんですけど、なんか結構今回改めて買ったら、するなと思いましたね。なので今回
花壇の右半分と左半分を比べたら、多分左側はですね、右側の10分の1ぐらいの予算で仕上げてます。まあ、いわゆるペチュニアの分しかお金かかってませんからね。リーズナブルに。それでいて、華やかに仕上がるといいなと思います。種が発芽してくれると、左半分もかなり華やかになってきます。このような形で素焼き鉢に植え付けたペチュニアを置きました。では最後のピースといたしまして、こちらのガーベラ。さらには、唯一残っていた種まき組のビオラ。ようやく開花しましたので、最後のビオラですが、こちら花壇に植え付けていきます。ガーベラも多年草ですね。ガーベラは私のガーデンでは外で冬越しをすることができます。昨年から今年にかけて外で冬を越したガーベラもそろそろ花が咲きそうになっています。植木鉢の前にガーベラを植え付けます。そしてその横には最後のデビューとなりました種から組のビオラ。このビオラを植え付けておきます。春のビオラって摘心とか切り戻しタイミング迷いますよね。まあこのビオラに関してはもう切り戻しも摘心もせずに自由に伸び伸びと成長してもらいたいと思います。まあ気候もいいのでおそらく成長スピードも早いと思いますから花もたくさん咲いてくれるんじゃないかなと期待しています。ということで仕上げてまいりました。長く楽しめるクレマチスやヒューケラを使った花壇。このペチュニアに関しては、ひとしきり花を楽しんだ後に摘心を行っていきまして、鉢いっぱいもりもりに花を咲かせます。そのペチュニアの下の種たち、芽が出るかどうかは定かではありませんが、芽が出たかなと毎日チェックをするっていう楽しみが増えたことは間違いありません。千日紅とセロシアの種ではありますが、楽しみの種でもあります。このクレマチスはいずれ後方のウッドフェンスにツルを絡ませていく予定です。ツルが絡みやすいように杭を打つか、まあ、何か紐的なものを貼るかちょっと検討中です。太陽の光を浴びるとヒューケラや金魚草はより輝きを増します。皆さん、花壇作りにお付き合いいただいて本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録をしていただいて一緒にガーデニングや園芸楽しんでいきましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。